やあ、ソンヒ。キリュウさん、あなたも飲みに来たのか。酒は百薬の長だからな。変な言い訳はしなくていい。何を飲もうがあなたの勝手だ。口を出す気はない。助かる。隣いいか。うん。あの桐生一馬がふらりと来て隣で飲むなんてな、なんだかおかしな感覚だね。そんな大層なもんじゃねえ。白髪混じりのただの中年だ。それに引き換え、あんた小見汁に加えてハンピン・リューマンのトップでもある。どれだけの部下の人生を背負ってるか、相当なプレッシャーだろう。持ち上げすぎだよ。俺はその重荷を放り出したからな。ああ、あのことか。あなたは東条会の四代目を襲名して直後に引退したんだったな。もう20年くらい前か。もしあの時桐生さんが会長を続けていたら、東条会はどうなってたかな。どうだろうな。いずれ東条会は解散してたろう。時代の流れだ。俺一人でその流れがどうこう変わることはきっとなかった。むしろ俺がトップじゃ東条会の解散は早まったかもな。上に立つ器じゃなかったんだ。器か。あなたは群れるのが性に合わなかっただけでは。はっきり言うな。いや、無礼をするつもりはなかった。大丈夫だ、そんな風に思っちゃいない。バッサリ言われるのは少し新鮮でよかった。さすがは大組織のトップだな。裏社会なりの掟と秩序が保たれている限り特にやることはないさ。不心得者が現れた時だけ睨みを聞かせればそれで十分。トップの役割といったらそれくらいだ。楽な仕事だろ。さすがの貫禄だな。恐れ入るよ。おっと、茶化してるのか。あいにく私は腕っぷしにも自信がある。あなたさえよければいつでもお目にかけるぞ。そいつは今度にしよう。まだ酒が飲み足りないんだな。まだ時間はあんのか。桐生さんがまだ飲むというのに私から切り上げたりはしない。当然行けるとこまで行くさ。いつもそんな調子で酒を飲むのか。あんたの部下になったら大変そうだ。裏社会もパワハラに気を使うご時世さ。部下にそんな無茶はさせないよ。恐怖による支配力を否定するつもりはないが、それだけじゃ長続きはしないからね。なるほどな。つくづくあんたはトップに立つのが向いてるみたいだ。そういやコミジュルってのは今も町中を監視してんのか。そこから吸い上げるあらゆる情報がコミジュルの力の源だったよな。ああ、ただ私が全てを把握してるわけじゃない。必要な情報だけ腹心が私に上げてくるルールだ。腹心？半順義か。ああ、非常に優秀だし私へ変わらぬ忠誠を誓ってくれている。私にとってまさに右腕だよ。陰銀無礼なところがたまに傷だがね。とはいえもちろん他にも腹心と言える部下はいる。私の父親世代の連中なんかもね。父親世代となると俺と大して変わらねえ年か。そうだね。組織で最古参の良きおじさんたちだ。彼らからはお小言をもらうことも多い。あんたにも怖いものがあったか。
コミジュルの前は人言派にいた人たちだからね。若き日には全盛期の登場会としのぎを削り合った。おそらくキルソンが名を馳せるより少し前の時代だろう。私は彼らからあなたの武勇伝も聞かされたものでね。それが今隣にいるのだから、その緊張するというか。なんだって？いや、なんでもない。忘れてくれ。かつての人言派たちか。なら俺があんたといるのを不快に思わなきゃいいが。それは確かにどうなんだろうな。だがもしそういう気持ちがあっても私が抑えるよ。安心していい。あのおじさんたちも私の言うことには逆らわん。あんたに任せておけば万事 OK だな。これからも頼りにさせてもらう。望むところだ。いつでも私の力を当てにしてくれ。それが何より私の喜びなんだよ。そうか、ありがとうな、ソンヒ。そばにいてくれて心強く思ってる。ああ、最近の偉人町は平和すぎてね。ずっと物足りないと思っていたところだ。あなたがこの町に現れたことで何か面白くなりそうな気がしている。おいおい、何か物騒な期待をしちゃいねえか。そんなことはないさ。いいかな、キリュウさん。改めてこの町に来たことを歓迎させてもらうよ。ああ、偉人町へようこそ、キリュウカズマ。乾杯。乾杯。楽しいひとときだったようですね、ソンヒさん。マスターの目にはそう見えたか。ええ。ここだけの話、実はずっと緊張していた。相手は堂島の竜で、まさに伝説の存在。裏社会では私よりもずっと格上だからね。偉人町を代表して粗相はできないんだ。私は桐生さんに変なことを言ったりしてなかったか。私が聞いていた限り大丈夫だったようです。そうか、マスターがそう言ってくれるなら安心だな。そうですか。あの桐生一馬とサシで酒を飲んでるなんてな。だがちゃんとやれてるぞ、私。よう、隣空いてるか、ソンヒ。え、あ、ああ、もちろん、見ての通りだ。どうかしたか？なんだか浮かねえ顔してんな。いや、なんてことないんだ。キリュウさんは気にしなくていい。わかった。じゃあ、そのなんてことないことを話したくなるまで、気長に待たせてもらうさ。そう来るか。まったく叶わんな。なるほど。じゃあ幹部の良きおじさんたちがあんたの目を盗んで不穏な動きを。ああ、最近特にコミジュルの若手たちから苦情というか困っていると声が上がってる。おじさんたちは私の前では従順なんだがな、何かあるとすぐ若い者に当たり散らすらしい。まったく、何か私に異論があるなら面と向かって言えばいいものを。自分より経験や年が上だったりする部下は取り扱いが難しいな。
コミジュルの女王も人知れず苦労してるわけか。たあいもない話だし、これは私だけの問題だ。桐生さんが気にするような話じゃない。その幹部たちは俺と年代も近い連中だったろ。何か力になれるかもしれない。よしてくれ。これ以上身内の恥をさらすようなことはしない。俺たちはもう仲間だ。水臭いんじゃねえのか。いつまで客人扱いする気でいるんだ。私がこの町の顔役である限りはずっとだよ。あなたが私を仲間と呼んでくれるのはありがたいがね。いや、ありがたいどころではないな。はっきり言って天にも昇るような。ん？なんだって？最後の方がよく聞き取れなかった。なんでもない。とにかく気持ちだけいただいておくということだ。客人であると同時に桐生さんは病人でもある。まずは自分のことに専念するんだね。耳が痛えな。以前はこの偉人町で3つの組織が目を光らせていた。コミジュル、ハンピン・リューマン、青龍会だ。表向きは三組の構想を重ねながら、実は外部勢力が入らないよう守りを固めていた。その頃に比べると最近の偉人町は平和が続いた反動で少し緩んでいるのかもな。それは私にもどうしようもない。しかしそこを桐生さんに心配されるのは私のメンツに関わるんだ。分かったよ。そうまで言われちゃこれ以上口出しできないな。なんだか絡み酒になってしまった。すまない、こんなつもりじゃなかったんだが。いや、いいさ。うん。私の立場でこんなこと言ったら僭越でしょうが。ん？私は以前より今の偉人町の方が好きですよ。コミジュルの方々もだいぶ社交的になりましたしね。ああ、そうだな。組織の全員ではないが、町の住人に挨拶をする者も出てきてらしい。コミジュルといや、まず表には出ない秘密組織ってイメージだったもんだがな。登場会も近江連合もない今、近場に敵対組織はない。束の間かもしれないが、平和を楽しんでいるんだ。なるほどな。ありがとうマスター。私も今の偉人町は嫌いじゃない。そうそう、以前ここに通ってくれていたコミジュルの方がこんなものを私にくれましてね。これはうちのメンバーがかぶっている仮面だな。韓国の伝統芸能で使うのをコピーしたんだ。どうしても必要な汚れ仕事をやるときはそいつで顔を隠していた。ええ、ですがこれの持ち主はもう長いこと仮面をかぶってなかったそうです。その後結婚することになり、この町に根を下ろすべく組織からは円満に足を洗わせてもらったと。この仮面はこれから仇になるということで店に置いていってくれたんです。確かに大きく様変わりしているようだな、コミジュルは。いや、だからといって部外者にその仮面を渡すとはな。けしからん。少し引き締めた方がいいのだろうか。多めに見てやってもいいんじゃないか。結婚するその部下へのご祝儀代わり。まあ、あなたがそう言うなら特別だ。今は桐生さんと飲む時間を優先しよう。ほっとしました。危うく私の告げ口で大変なことになるところでしたね。はあ、やはり桐生さんと飲む酒はうまいな。それは俺もだ。俺は死んだ身だからな。またこんな風に飲めるなんて思わなかった。だからこそこの一杯一杯がうまく感じる。
一緒に飲める友人がいればこそだ。友人？私のことをそう呼んでくれるのか？ああ、俺の一人相撲でなきゃいいがな。まさか。光栄だね。よう、ソンヒ。俺も一緒にいいか？もちろん構わないんだが、キリュウさん、体調の方は？大丈夫だ。これでも量は制限している。気を使わせちまってんな。いつも俺たちとつるんでくれているが、組織の方はいいのか？部下に任せっきりで。ああ、私がわざわざ動くような事態はほとんどない。何か必要があれば連絡が来る手はずになっている。だからキリュウさんは私に気を使わないで。電話鳴ってるぜ。そうだな、鳴らせておくさ。今はせっかくキリュウさんと飲んでいるんだけどな。見ての通りだ。もし重要な案件ならきっとまたすぐかけ直してくる。かかってきたぞ。ふん、キリュウさんと飲んでいることより重要な用事なんてないさ。そう言ってくれるのはありがてえが、かえって落ち着かねえ。うん、うん、これで静かに飲めるな。さあ、気を取り直して飲もうじゃないか。ソンヒ、次電話が鳴ったら出てくれ。何の用事か興味が出てきた。分かったよ。私もそこまで仕事をサボるつもりはないさ。仕方あるまい。ちょっと失礼するよ、キュリューさん。ああ、もちろんだ。なんだ、重要な要件なんだろうな。ああ、分かったよ。じゃ。どうした？何の用だったんだ？いいんだ、大したことじゃない。ただちょっとトラブルがあってね。部下がわざわざ何度も電話してきたのに、ちょっとしたんなのか？コミジュルの縄張りで火事が起きているらしい。何？大丈夫、ぼやで済みそうって話だ。ただ放火の可能性があるとのことだった。ハンピン・リューマンの男たちが不審にうろついていたらしい。ハンピン・リューマン？今はコミジュルと一緒にあんたがまとめているんじゃなかったのか？ああ、だから詳細を今調べさせている。キルさんは気にしないで大丈夫だ。さ、この話はもういいだろ。遠慮すんな。本当は駆けつけたいんだろう。火事の現場は心配だし、放火犯はあのハンピン・リューマンだ。あんたが動くことで何か大事になる前に騒ぎを収められるんじゃないか？確かにな、そうかもしれんが、しかし俺はもう今日は十分に酔った。これ以上飲むとまた難波のやつに叱られる。少しでも顔を見せに行ってやってくれ。俺よりも今はコミジュルがあんたを必要としている。分かった。あなたも一度言い出したら聞かないな。今日はここで失礼するよ。ああ、何、また今度のもあんたさえよければな。願ってもない話だ。じゃ、大変だな、トップに立つ人間ってのは。大吾もあんな苦労をしてたんだろうな。
孫妃、この前のボヤ騒ぎはどうなった？ハンピン・リューマンがコミジュルの縄張りに放火したって話。ああ、気にかけてくれていたのか。ただ、その件についてはあまり話したくないんだよ。偉人町の内輪もめだし、私がリーダーとして解決すべき問題だ。キルさんは気にしないでくれ。逆だ。そういう時はな、一人で抱え込まない方がいいんだ。話してみてくれ。あんたにとって対等の立場で飲める相手は少ないんだろう。いや、そうは言ったが、くそ、参ったね。あまりあなたの前で醜態を晒したくないのに。なるほどな。放火はあったが、犯人の目撃情報はなかったと。ああ、分かってるのは、何者かがコミジルの縄張りと承知の上で火を放ったという事実のみだ。そうなると不思議だな。何がだ？確か火をつけたのはハンピン・リューマンだったって、はっきり部下から報告をされたんだろう。目撃情報がないのに、なんでその報告はハンピン・リューマンを名指しできたんだ？さすが気づいたか。結果から言えば、ハンピン・リューマンは濡れ衣だ。放火の犯人を示す証拠はない。情報はデマだった。だが、そのデマが何のふるいにもかけられず私の前に挙げられてきた。問題はそこなんだ。どういうことだ？デマの発生源がコミジュル内部だったということだよ。それも組織の上層部の中だ。じゃあコミジュルの幹部にあんたへ嘘の報告をした人間がいるってわけか。ああ、そいつはおそらく自分の手下どもに放火させ、ハンピン・リューマンに濡れ衣を着せるデマを流したんだろう。それはコミジュルとハンピン・リューマンの分断を煽る裏切り行為だ。当然見過ごすことはできん。そうだな。下手すりゃ組織同士の抗争が起きてもおかしくない。ああ、実はコミジュルとハンピン・リューマンの馴れ合いを不満に思っている者が未だに一定数いるんだ。彼らを煽って分断と対立を深めれば、両組織をまとめている私を糾弾することができる。裏切り者の最終目標はそこにある。私を追放してコミジルを乗っ取ることだ。そこまで分かってんのか。じゃあもしかしてその裏切り者の正体も。ああ、デマの流し方がお粗末だったものでね。裏切り者の正体はコミジュルのサイコさん幹部。名前はソ・ハンチョルという。その男がソ・ハンチョルか。以前あなたにも話した良きおじさんたちの一人だ。もうすぐ隠居してもおかしくない年なのにな。最後に一旗あげる気になったと見える。あんたのことを裏切ってか。サイコさんって言うんなら付き合いも長かったんだろう。辛いな。俺に事情を話しづらかったのもわかる。それでも最後まで話す羽目になってしまった。あなたにはかなわないよ、キリュウさん。話して少しでも気が楽になったんならいいんだがな。あなたにみっともないところを見せたくなかった。それがここまで打ち明けることになるとはな。ソ・ハンチョルは何か組織に不満を抱えていたのか？理由もなくクーデターなんて起こさねえはずだ。特別思い当たる節はないね。強いて言えば、私が女で若いからかもしれんな。百戦錬磨のフルツワモノとしては、こんな私の下で終わりたくないということか。
まさにおじさんの考えだな。いくつかのルートから同じ報告が来ていてね。ソハンチョルは密かに反逆の同士に声をかけている。いわく孫悲は女にしては上出来だが弱腰すぎる。組織をまとめるのにもっとふさわしい者がいる。そんなヨタを吹いて回ってんのか。私がその気になれば偉人町の動きは全て筒抜けだ。ソハンチョルはもう現代の情報戦についていけてない。だがその一方、過去の英雄としては人望がある。かくいう私も彼らの武勇伝を聞いて育った世代だ。東条界の全盛期に死闘を演じた猛者なんでね。敵に回すことになるとは想定もしていなかった。高いプライドを捨てきれず、時代から取り残された過去の遺物さ。まったく、もういい年なのに無茶をする。あ、一応言っとくと、ソハンチョルは桐生さんよりもっとだいぶ年上だからな。ふん、取ってつけたように言いやがる。そんなことより、あんたはそのソハンチョルをどうするつもりなんだ。組織のリーダーとして裏切り者をどう扱う。ふん、こうなるから桐生さんに話したくなかったんだ。あいにくまだ決めかねているんだよ。難しいところだ。すぐには決められないだろう。組織の長という立場からすると決断は早ければ早いほどいい。だが私には考える時間がいる。幸いあなたでも難しいと言うんだから少し気が楽になったよ。ありがとう桐生さん。迷いを人に話すとすっきりするんだな。はあ、そういうもんだし。とはいえあなたには他にやることがあるだろう。そちらの抱える問題は私のより差し迫っている。私はあなたの手を煩わせたくはない。だから。だから。ここからはもっとくだらない話をして飲まないか。そうだな。それが一番贅沢な飲み方ってもんだ。やはりあなたはよくわかってる。ああ、報告ご苦労。私もすぐに行く。お前たちはこれ以上手を出すな。相手がソハンチョルでは怪我人が増えるだけだ。何かあったみたいだな。コミジュルの部下と電話してたんだろ。さて何のことかわからんな。あいにく私は今飲み終えたところだ。失礼するよ。待てよソンヒ、何か手が足りなさそうな雰囲気だったぜ。私はコミジュルの女王だ。いつだって手は足りてるさ。鈴木さん、珍しく振られてしまったようですね。ええ、取り付く島もありませんでした。孫悲のやつ、何があったかご存知ですか。これは告げ口するようで言いづらいんですが、コミジュルの高葉が一斉に反旗を翻したそうです。え、ソハンチョルを中心に10人ほどが徒党を組み、次々にハンピン・リューマンの店を襲撃しているとか。孫悲さんからコミジュルの主導権を奪うために手っ取り早くよその組織と抗争を起こす気でしょう。まさか急にそこまで。彼女としてはハンピン・リューマンが怒り狂う前にコミジュル自身の手で騒ぎを止める必要がある。ハンピン・リューマンの店ってのはどこですか。
場所はわかりますか、マスター？助けに行きたいというわけですか？ええ。お気持ちはわかりますが、孫一さんは外部の力を借りるわけにもいかないでしょう。自分たちの手で事態を解決し、リーダーシップを見せなければ同じことの繰り返しになる。それでも今は一刻を争うはずです。俺だってそんな話聞いてのんびり飲んじゃいられねえ。問題はもう一つあります。彼女はあなたの前では普段以上に強くあろうとしているように見えます。どうやら憧れの存在を前にしてかっこ悪いところを見せたくないんでしょう。その気持ちを無下にするのはどうも大人げない。だがそんなこと言ってる場合じゃ。そこでいいものがあることを思い出しました。ん？これで顔を隠せばあなたもコミジュルの一員です。その上孫一さんもあなただとは思いません。なるほど。オンに来ます、マスター。もうよせそ、ハンチョル。私はあんたを英雄だと信じてきたんだ。なのに。ふん、そうとも、英雄だ。それが今じゃ、小娘の下でつまらん余生を送らされている。流血も構わず奪い取る力こそが裏社会を制する。所詮女のお前には務まらん。俺が立つほかない。あいつがソハンチョルか。孫悲、見てみろ、そこの軟弱な手下ども。身の程もわきまえず俺を止められる気だったらしいぞ。思い上がった若造たちだ。今のコミジュルに戦う気概のある男はもういない。俺は登場界の全盛期に流血の日々を送ってきた。生ぬるいお前の組織は俺が変えてやる。何がおかしい？猛録したな、ソハンチョル。あんたの口ぶりだとまるで力ずくでならこの私に勝てるかのようだ。ふん、当たり前だ。だが今なら見逃してもいい。その代わり俺の前にひざまずいて降伏してもらう。そしてコミジュル総帥の座を明け渡すと偉人帳中に誓うんだ。それだけか。他に望む？そうだな、ひざまずく時は服も脱げ。コミジュルの女王が全裸で屈服する。下々の民はそういう見せ物が好きだからな。お前にはそういうサービス精神がなかった。安心したよ。ああ、かつて誇り高かった戦士も今私の中で死んだ。ここにいるのはその抜け殻のゲスでしかない。安心して組織の長として貴様を処分できる。抜かせ。お前の手下はもうそこにいる一人だけだ。どうあがいても勝ち目はない。安心しろ、私は一人でも奴らに勝つ。なんだったらお前は逃げてもいいんだぞ。いえ、そんなわけにはいきません。どこまでも応答もしますよ、ソン。お前、その声。私にお構いなく。ソハンチョルが来ます。備えてください。わかってる。よし、ついに俺の時代が来る。行くぞお前ら。まさかこんな奴らにこのソハンチョルが。残念だったな。お前は状況を見誤った。歳は取りたくないものだね。ハンピンリューマンに手を出した以上
あんたの身柄は彼らに渡して連中の判断に任せる。残念だが命の保証はしてやれ。そんな待ってくれソンヒ。俺が悪かった、俺が間違っていたよ。裏社会の掟は知らなかったじゃ済まされない。そう教えてくれたのもあんただったのにな。おいお前、ご苦労だった。助かったぞ。うちの組織にお前ほどの者がいたとはな。女王のお役に立てて何よりでした。顔を見せてくれないか。申し訳ありませんが、それより早く怪我人の手当てをしないと。人を呼んできます。恐れ入りますが、もう行かせてもらえますか。ふん、分かった、行っていい。さっき私が店を出た時から今までずっと飲んでいたのか。あまり長く飲んでいると体に触るぞ、キリュウさん。大丈夫だ、量は大して飲んでないんでな。隣座らせてもらおうか。さっきかぶっていたコミジュルの仮面はマスターから借りたのかな。うん、さてな、何の話だ。ずいぶんと気を使わせてしまっているようだ。まあそういうつもりなら私も芝居に乗るさ。なあマスター、あんたも一枚噛んでるんだろ。おっしゃってる意味がわかりませんな。そうだったな、あなたたちは自分の過去や隠し事を簡単に明かしたりはしない。その辺は年季が入っているんだった。まあ飲めよその日。妙に絡むじゃねえか。マスターが困ってるぜ。この私をそんな小娘扱いできるのはあなたたちくらいのもんだ。だがそこがこの店のいいところかもな。いい仲間といい酒に乾杯だ。乾杯。乾杯。ところでコミジュルの裏切り者は片付いたのか。確かソハンチョルってやつがそうだったよな。まだ言うか。いや教えてはやらん。それはコミジュルの話だ、よそ者には関係ない。キリュウさんだけならまだしも、マスターまで薄笑いをしてるのはけしからんな。釣れないことを言いますね。ああそいつは言えてる。客商売でそいつはまずいでしょう、マスター。言ってくれますね。